はい、今日牛丼の吉野家が新たな丼を発表発売しました。その名もオーストリッチ丼、なんとダチョウ肉の丼なんです。私も先ほどいただいてきまして、臭みはないですし、柔らかい赤身肉で、さっぱりしていてヘルシー丼という印象、美味しかったですね。ただどうして吉野家はこのダチョウを選んだのか。実は牛肉というのは美味しいんですが、ある理由で今後食べ続けるのが難しくなるかもしれないとも言われている。そんな中でダチョウこそが牛、豚、鶏に続く第4の食肉になるかもしれないということなんです。しかもこのダチョウというのはお肉だけではない、医療的にも美容的にも人の役に立つスーパーアニマル、そんなダチョウについてプレゼンします。牛丼チェーンを展開する吉野家ホールディングス、今日新メニューを発表しました。それは吉野家にとってオーストリッチミートは牛肉、豚肉、鶏肉に続く第4の肉。なんとオーストリッチミート、すなわちダチョウの肉を使った丼です。脂身が少なくさっぱりしてるんですが、柔らかさがあって美味しいです。体長2m50cm、体重160キロもある大きな鳥ダチョウ。研究を始めておよそ30年になる第一人者は、ダチョウが肉としても注目されている理由は何でしょう。ヘルシーであるということと、やはり鉄分が多かったりとかですね、ダチョウさんの肉のですね、やはりいいところというのが科学的に証明されてきたと。ダチョウというのは餌の量が少なくて、例えば牛さんと比べてもですね、非常に少ない量で成長してくれると。今日から期間限定で一部の店舗で提供が始まるオーストリッチ丼、早速大阪の店舗でも食べることができました。いただきます。オーストリッチ、卵やサワークリームも乗って、お野菜も乗って、ダチョウと聞いてイメージするお味じゃない、言われなかったらローストビーフ、箸が止まらない美味しさ。中にはダチョウと分からず食べていたお客さんも。あれはビーフではなくて、オーストリッチ、ビーフではない、ダチョウです。あ、お肉はどうでした。お肉は、お肉の感じは牛肉はちょっと似ているけれど、もっと美味しい。ダチョウに注目した吉野家ホールディングス、茨城県に自社牧場を整備しておよそ600羽のダチョウを飼育しています。さらにダチョウを使って飲食業とは畑違いのスキンケア事業にも参入、事業の拡大を目指します。ダチョウさんをその、食べるだけの目的じゃなくてですね、いろんなものが人類救ってくれるような、そういう非常に、貴重な動物。食料や環境問題、そして私たちの健康など、あらゆる分野での活用が期待できるダチョウ、その可能性をプレゼンします。さあ、あの吉野家が、今やグローバル企業の吉野家がダチョウを選んだんです。その裏には一体何があるのか。どうやらダチョウってアホなんです。これはダチョウ博士と言われている、ダチョウとね、25年以上暮らしているという塚本先生がアホなんですって言ってたんで、アホらしいんですけど、ただ人間にはすごく有用だと。で、今ダチョウと聞いて、いや美味しくないんじゃないの、ローストビーフみたいと私言いましたので、じゃあローストビーフでいいじゃないと思うかもしれませんが、そうじゃない理由があるんです。見ていただきましょう。まずは今日発売発表されました驚きの新メニューから見ていきましょうか。その前にちょっと吉野家整理していきましょう。はい、改めて実は明治時代創業、歴史ありますからね。創業者は大阪の方でして、吉野の桜が好きだから吉野家になったという、関西にもご縁があるお店。100年以上の歴史、今や国内店舗に、匹敵するぐらい、追いつくぐらいの海外店舗もあるグローバル企業。
いうことで、やっぱりグローバルスタンダードで考えた末のダチョウなんですが、今お値段ね、いろいろ安くなったりね、デフレの象徴だった時代もありますが、今物価高も反映してか500円ぐらいになっているという吉野家でございます。さあ、そんなこの牛丼見慣れてると思いますが、今日こうなりました。はい、うわー、オーストリッチ丼ね。オーストリッチというのがまさにダチョウのこと。ちなみにスープ添えでして、うん、このスープもダチョウの骨、ダチョウガラスープ、でもこれいわゆる鶏ガラですもんね。美味しい、美味しい、はい。でちょっと私食べてるところ出ますかね。はい、ダチョウの肉は吉野家ホールディングス自前で、作っていると。国産のものです。硬くない、柔らかい、で臭みもないんです。脂身がね、だからない分ちょっとパサパサつくかなと思ったら、それを生卵とかソースでうまいこと食べやすくしていまして、ね、お野菜も乗っていますので、あの結構ね、これは、ね、ヘルシー、この後栄養素なども言いますが、ヘルシーさもあるので、例えばアスリートの方とかね、本当に体のことを気にしている方はありじゃないかな。お値段出していないのはあえてです。お値段気になると思いますが、この後ご紹介しましょう。販売するのは全ての吉野家じゃないんです。クッキング&コンフォートって、たまに吉野家でも看板がオレンジではなくて黒看板の店、大阪府内でいうと33店舗あります。だからどこでも食べられるわけじゃないので、黒看板の吉野家で食べられる。テイクアウトもやっていません。イートインのみということですので、そこだけお気をつけください。さあ、このダチョウをなぜ吉野家は選んだの。牛肉だけに頼れない時代が来るかもしれないよというお話なんですね。はい、吉野家で提供されているメニューは、かつてはもう当たり前のように牛丼のみでしたね。早い、うまい、安いというね、キャッチフレーズで始まって、筋肉マンも大好きだったです。もう牛丼だけだったんですが、2004年から豚丼が始まります。これも美味しい、これも美味しい、はい。さらに近年は親子丼や、はい、唐揚げ丼なんかもある、ね、世界にも進出してますよ。レイナさんは食べたことあるんですか？あります、あります。あのニューヨークでも食べたことあります、はい、ニューヨークでもある。吉野家ビーフボールっていうんですけど、めっちゃ人気ですよ。唐揚げではないです、ビーフボールの方ちょっと高かったですね。やっぱり海外だったら、それでもお手頃でしたよね。お手頃、うん。でまあ、ここに追随するように、今やね、あのすき家、松屋というね、いろんなチェーンが、牛丼チェーンというのがまあでき始めているわけですが、牛のみだったのがこうなったきっかけ、さらにダチョウを選ぶ背景というのもあるんです。それがこちらです。覚えていますでしょうか。 BSE、 まあ当時は狂牛病なんて最初言われましたが、正式には牛界面上脳症ということで、この時大騒ぎ、うん、トヨタさん、ね、あのまあ牛肉輸入ができなくなったということですよね。そうですね、やっぱりその病気の話もありますし、うん、そこに書いてある、やっぱりこう同じ、お肉を生産するのに、うん、やっぱりエネルギー使うエネルギーとか、うん、あの穀物の量とかがやっぱり牛とか豚とかよりも、うん、あのダチョウの方がって、いろんな流れの中でのこういう選択ってことですね。そうですね、それがまさに今言うこの食糧危機の方でして、うんうん、実は我々人口地球上で増えていますから、日本は減っていますけれどもね、食料が将来的に足りなくなるんではないかということはもう言われ始めています。そんな中で、実は鶏肉、豚肉、牛肉を生産するのに、これ1キロあたり、まあ、体重を1キロに割ってみたときに、どれぐらい餌が必要なのか、餌、まあ、トウモロコシで換算しましょう。我々もトウモロコシ食べることできますが、餌にもなっています。どれぐらい1キロ作るのに必要か、それがこれだけいるんです。鶏でさえ4キロ餌が必要です。で、豚6キロ、牛に至っては11キロ必要なんです。はあ、ということは、人口増えて人類の食料が足りなくなるかもしれないなら、僕らは牛にあげて餌をやって牛育てるより、トウモロコシ直接僕らが食べた方が効率がいいかもしれないという考え方もありまして、牛の生産というのは、豊田さん、つまり今後すごく贅沢っていう考え方になるかもしれない。まあね、いろんな、ね、考え方もあるんですけど、あとやっぱり温暖化でそこにありますけど、牛さんはすごくなんかゲップも出すから CO2 をすごい出すとか、でもなんか悪者扱いされてますけど、でも美味しいし、作ってる人もいっぱいいるから、いいとこ悪いとこね、それ両方勘案して、あのエネルギーをなるべく消費しないようにしながら、大事に残さず食べる、はい、それですね。あのメタンガス、ゲップの時に出るガスというのは CO2 の25倍もの温室効果があるそうで、なんと地球上の今温室効果ガスの 5% は
牛、羊、ヤギのゲップなんです。すごいな。結構大きいですね、 5% とは。ゲップ問題ね。なのでこういった問題を考えると、環境問題、食料問題、牛さん食べてて大丈夫、豚さんも大丈夫ということで、だから昆虫食とか出てくるじゃないですか、はいはい、今、うん、ね、いつかは昆虫食と言いますが、うん、その前にではダチョウはいいんじゃないかという話にもなってきているということなんです。改めてダチョウがどんな生態なのか、まず鳥として世界最大の鳥ですね、とっても大きい、体重約160キロもあります。でこれが飛べなくなったから足が速くなったのか、足が速いから飛べなくなったのかわからないそうなんですが、その進化、退化の仕方が、かつては飛んでいた形跡はあるそうです。はい、研究によると解剖学などで、ただ今は飛ぶことできません。その代わり時速60キロから70キロ、早いわ。二足歩行で世界最速二足歩行で次に速い動物なんだか分かりますか？二足歩行で次に速い動物はボルト選手、ウサインボルト、正解。そうなんです、人類だいぶ差はあるけど、ね、だいぶ差ある、ね、だということ。あ、でもね、ボルトも時速換算すると40キロ近くなるそうですが、ちなみに長距離いけますもん、ダチョウがすごいのはこのスピードで30分以上走る持久力もある、すごい。あの先ほどの塚本先生、教えてもらった塚本先生は車で一緒に走ったんですって、はあ、30分以上走ってたよって、すごい、はい、いう速さがあると。ただ能力高い反面、残念なところもありますよ。はい、アホです。これはもう先生が言ってるアホって、自分の家族忘れちゃうんです。産んだ卵を踏んじゃうことがあるんですよ、とかっていう、まあ覚えてくれ、塚本先生25年住んでるけど未だに僕のことを覚えてくれます、覚えてくれ、言ってました。そしてもう一つ、悲しいやんけ、4億年前から変わらない姿で、ここが能力の高さにも関係してくるところなんですが、見ていきましょう。改めてではダチョウのそのすごいところ、吉野家の社長が惚れ込んだという何がすごいのか見ていきます。まずは食肉として考えた時の栄養面、カロリーや脂質は低いんです、ね、低いんですが鉄分多い、すごい、ビタミン B も多いということで、とってもヘルシーな、そして鉄分多いのでアスリート向きなんていうふうに言われたりします。そして他のお肉と比べると、はい、病気のリスク、先ほど言った BSE、 鳥インフルエンザなどもあります。また餌がそのトウモロコシなど輸入穀物に頼っているので、人類と穀物の奪い合いになるのではないかとも言われているんですが、うん、ダチョウはどうかというと、はい、まず抜群の抵抗力、病気になったことがほとんどない、なんかウイルスとかが入ってきても徹底的に原始的な動物、4億年前から変わってないので、いろんな種類の抗体免疫でやっつけるんです、基本的に最強なんです、免疫的には天才なんです。でさらにですね、装飾で僕らの例えばキャベツ、もやしの残りとかでもいいから、その食品リサイクルの循環にも入ることができて、はい、あの負担が少ないですし、牛の20分の1しか食べなくて済む。メタンガスも出さないということが分かっていて、メタンガスを抑える抗体というのが体内にあるので、その抗体を今研究して牛にやることで牛のメタンガスを抑える研究とかも進んでるんです、というスーパーアニマル。さらにですね、このすごく効率よくて、こんだけしか食べないけど、そのほとんどの栄養をちゃんと吸収してくれる、吸収しきっているので、ダチョウの糞は、うん、ちょっと特徴があるんですけど、確かにね、ほとんど匂いもないんですって、はい、栄養吸収されてるから。もう一つ、匂いもない、ほぼ無に近いから、ハエさえ止まらない、それぐらい栄養を吸収しきる、効率がいいというあたりも、もうこの、まあ、人類にとっては有用な面がきっとあるんではないかということですね、はい。で、まあ、お肉で言いますと、ただ課題もありまして、ダチョウ食として考えた時の課題は、はい、まあ、今のところ需要がまだ広がらないですから、あのどうしてもコストが高くなってしまうということで、ここがちょっとまあ問題かな、今回のオーストリッチ丼、皆さんいくらだったら食べてもいいなと思いますか？環境問題、未来への投資と思って、レイナさん、もうちょっと出してもらえませんか？未来への投資か、1250円、ね、そういったところは皆さんのこう許容範囲かもしれませんが、ちょっと今のところ期間限定ということもありますしね、ただヘルシーです、そして
地球の未来のためにね、ふうにちょっと思っていただく必要があるのかもしれません。ただダチョウの凄さ、最後にもう一つ二つ言わせてください。食以外にもこうやって食肉、ね、の量以外にも油、骨、羽、皮などいろいろあるんですが、まあ、抗体とも書いてありますけれども、はい、見ていきましょうか。まず油の部分が美容にいいということで、とてもサラサラしていて浸透性が高いそうですので、スキンケア用品としてエミューオイルとかっていうのもね言われますが、このオーストリッチオイルというのも注目。そして革製品とかね、オーストリッチ側の財布とかっていうのは昔からあると思います。羽なんかも宝塚の方が使うようなね、華やかな使われ方もすることがあるそうです。骨、先ほど言いましたスープになったりもするんですが、さあもう一つ、はい、この抗体が先ほどねゲップの防止とか言っても、メタンガスの防止とか言いましたけど、他にもこれ私大注目です、ほにゃらら防止、こちらです。薄毛防止に効果があるかもしれないということで今研究が進んでいると。なんせスーパーアニマル、いろんな免疫抗体持ってますから。なんでそんなにすごいいいものなのに、うん、あんまり普及してそう来なかった。ただ大量生産すれば安くなるから、うんうん、コストにはかかるじゃないですか、うん、このエネルギーにおいしいんだったら、ね、なぜ人類はあんまり食して来なかったんですか、うんうん、多分最初これ南アフリカから日本にBSE の時も入ってきたと、そもそも生息している地域が、まあ、まだ先進国ではなかったということで、研究がそんなに進んでなかったということがあるんではないかということを思ってるんですが、これからね研究が進んでいくのかもしれないと。でこれだけではないんです。他にもということで医療分野へも応用できるんではないかということがありまして、大きい目じゃないですか、うん、はい、この目からトヨタさん何に利用できそうですか。なんかその角膜とかを使うんですか。正解です、角膜の、そして首が長い、この首の長さで使えるものがレイナさんあるんですが、首が長いからここからあるものを取り出して人間に使えそう。なんか骨があるってことですか、中に。骨ではなくて、聞いてびっくりしました、血管。長い血管で太さがちょうどいいのか、細いものと太いものは人工血管で作れるんですが、中くらいのものって作るのがなんか詰まる関係とかで難しいそうで、それに利用できないかっていう研究も今進んでいる。人間に移植するってことですか。移植する、もしくはその形をなんか利用する。研究中なんだ。ちょっと皆さんダチョウ見直しませんでしたか。いろんな未来があるかもしれません。山中プレゼンでした。